チャムチェンチョエコールリンデラは、四川省関西チベット族自治州離島県にある、チベット仏教のゲルク派の寺院。リターンゴンパーリ、アムドに、クンブムチャンパーリンジあり、カムには、リターンデラがあると言われるほど有名な寺であった。1580年、ダライラマ三世の発願により、建立、現在では800人ほどの僧侶が常駐している。カム地区では唯一、ゲシェの学位の取れる寺院である。 きよは、ネイオサム、エイツオ通詞には、18世紀頃の描写としてという、記述がある。旅行人ノート、チベット、第3版、P242、エイゾウ通詞巻621、台北、文化出版社1965、P4078 とミーウイネンドヒズ、ホーリーノス、ポートレートインサロンドアットマナスティックセレモニーイン、チベット、 ザ・ティベット・ポスト・インターナショナル、サーズデー、二28時来二千十一十六時四十九分、以上一段落は、全文、初版投稿者が中国5番、青春化、寺より翻訳したものか。波頭投稿五百四十五里名裏、堤雄長吉原かじちご自由大たたいの京の館、ラツマ三千4名、映像通詞巻録十一台北、文化出版社千九百六十五 P407 ありがとうございます。